はい、毎度どん底です。9月7日土曜日ですね。はい、今日は楽勝でした。はい、都内はい、そう中央道混んでましたね。山梨方面が逆で来たからいいんですけど、八王子高尾間の死亡事故ありましたね。あの事故起きてからしばらく、あれ今日のはさすがにその影響じゃないと思うんですけど、昨日もずっとすごかったですね、渋滞が。そっちじゃないから良かったですけど、すごいなって感じでしたね。はい。で、はい。転職失敗侍さん、やっぱりタクシーですか。いいと思いますよ。やっぱ一番いいんじゃないの。合ってると思うよ。タクシーね。ただね、合ってるとは思いますけど、間違いなくね、同じことはやると思いますね。はい。得意技ですね。打ち切れますね。あの人はね。絶対。打ち切れると思う。でね、その辞めた理由がね、前回のタクシー会社、YouTube バレというね。YouTube バレってどういう経緯でバレたんだ？どういう経緯なんだろう、その辺がよくわからない。だからもう話だけにするって言ってましたね。でもそんなに仕事中の絵は撮ってなかったんだけどね。転職失敗侍さん。休憩中のだけでしょ。だね、ただね、あの人顔出ししちゃってるからね、ほぼ。だから話だけでも顔出しと、いやタクシーの話っていうのでバレる可能性はあるよね。で、登録者とか再生回数が増えれば増えるほどね、どうなのかな。やっぱ顔出しはリスクあるよね。本業を持ってると。まあそんなところかな。あとはね、岡田斗司夫さんの切り抜きかなんかで、結婚するやつはバカだっていうね。はい、切り抜きあったんですけど、まあ、ざっと見た感じで言うと、全部見てないんですけどね。ざっと見た感じで言うと、要は別れると最悪っていう話だったかな。稼いでる方が損をするとね。まあ、どんな状況であっても。なんかね、奥さんが浮気してて、奥さんが浮気してて別れても、なんかお金は旦那の稼ぎでやってる場合ね、払わなきゃいけないみたいなね、ような話してましたね。そうなんだよね。まあ結婚するときはね、相思相愛ラブラブで結婚しても、それがね、まるっきり変わっちゃったりするからね、大変ですよね。今日は短めで行こうかな。何も考えないで回しちゃったから。あとは、はい、行きますよ。今日のあの人ですね。はい。
最新出ました、あのカラオケ行ったご報告動画ですね。はい、なんかね、いや、あの順調に進んでるのに歯切れが悪かったですね、あの人めちゃくちゃあれさ、多分なんだ、勢いっていうかみたいな感じで、そのね、あのマッチングして、会っちゃったけど、いざ順調にいっちゃうといいのかなこれって思ってんじゃないの、なんか、うん、その好きだとかっていう感情がないのに、あの付き合っちゃって進んじゃったって感じだよね。ちょっとあのコンビニ寄ります、休憩。はい、すいません、続きコンビニ寄ってました。うん、なんかね、おかしくないっすか、あの感じ。なんか冷めてるよねなんか冷めてるって感じじゃない、どうなのかな。なんかね、あれだと怪しいよ、怪しい。なんか動画ネタとしても話そうと思えば話せると思うんだけど、なんかそういう感じじゃないね。ただ報告したって感じで、うん、ひょっとしてあれまでも狙いなのか狙ってるのかな。あとはね、だからないんだよな、なんか思い浮かんでこないよ。多分ね、これはね、私の予想ね、多分他の男と会うぞあれマッチアップで多分会うぞあれ。何だったんだろうな、その、だってね、なんだっけ、何本前だっけ、1本、あれ前回の動画だったっけ、超ハイテンションでおのろけ的に話してたじゃない、なんかあったのかなわかんないな。でね、昨日ね、あの同い年のあの女の人いるんですけど、職場に。昨日ね、あの車庫で1時間ぐらいね、くっちゃべってたかなあの食い物の話でね、あそこがうまいとか、いろんなとこの食い物の話で長話しちゃったよ。俺と、あ、そう。さっき、今日ですね、あの、仕事中か、あの、例のお姉ちゃんから電話あって、また、もう一回、会うことになった。あの、会える日を教えてくれって言われて。はい。いやー、めっちゃ、
睡魔に襲われて、だからもうなんか今日グダグダですね、なんか話もねグダグダになってきてるよ、いやふとね思ったんだけど、ちょうどな話動画の話の流れも そうなってたんだけどさ、気がついたらあの人さ転職失敗侍さんと会うんじゃねって思ってで、転職失敗侍さんもさ、性欲もうないんだよ。性欲ないって言ってたから。で、あの人さ、出歩くの好きだからさ、結構、いろいろと。合うんじゃないの？で、なんか、ちょっと、なんだろうな、地頭は、いいんだけど、ぶっ飛んでるとかさ、合ってるんじゃない？ねえ、お似合いのような気がするんだけど、どうかな？あの人、あれだよ、よかったら橋渡しするよ、俺。合うんじゃねえかなって思うんだけどな。どうですかね。いや、そうそうそう。で、なんかね、もう、東京、ついてたんだよ。埼玉入ったらいきなりさ、道ずっと渋滞で混んでてさ、もう眠くなっちゃっても。まあ、いいか、今日はもう無理だ。頭が回らない。全くもって。はい。では、今日はこの辺でもう、終わりにしますね。はい。では、ありがとうございました。バイバイ。